No, his or her nationality, but one of the viewers of my videos sent me this video. In this video, you can see something very similar to the oaths that appeared in my room. The Cambridge Dictionary simply explains about oath that an oath is a round object that looks like a bowl, which is oath. However, many people think that the oath is a kind of psychic phenomenon. Even in Japan, the word Hinotama or fireball has been used in the stories for a long time. However, recently there are many fake videos that artificially create the orb phenomenon by reflecting it on the lens flare of the camera, composition, or glass plate. Such videos are often made on a dim background at night. In other words, it is a magic trick of light. 国籍は分かりませんが、視聴者の一人がこんな動画を私に届けてくれました。この動画の中には、私の部屋の中で現れたオーブと同じものが映っているというのです。ケンブリッジ辞書では次のように簡単に説明しているだけです。オーブというのは、something in the shape of a ball、つまり、オーブというのは、ボールのように見える丸い物体であると。が、そのオーブは何かの心霊現象と絡めて考えている人は多いですね。日本でも昔から、火の玉という言葉がありました。が、最近では、そのオーブ現象を人為的にカメラのレンズフレアや合成あるいはガラス板に反射させて作成するインチキ動画も数多く出回るようになっています。そうした動画は夜の薄暗い背景を利用して作られることも多いようです。つまりは光の手品ということになります。広志林、浜松シティ、ジャパン。これらの現象は光の様子からして一人の撮影者がさまざまな場所で、こうした光体をですね、捉えられたというふうに私は判断しています。で、こういうケースの場合ですね、一つが偽物であれば、すべて偽物ということになるわけです。つまり、一時が万事ということになります。で、よく見るとですね、そうとは断言できませんが、つまりは、レンズフレアの性質をしっかりと持った、物体と言っていいのかな、のようなものが撮影されているということです。この後でですね、レンズフレアの写真を皆さんにご覧いただきますが、輪郭がクリアであり、そして、カメラの移動とともに動いたり、あるいは光り輝いているということですね。ですから、この辺りの、この物体はですね、私の動画の中に映り込んだ物体とよく似ているわけですけども、似て非なりということはですね、この後に紹介する私のビデオと比較していただければわかると思います。で、このように考えたわけですけども、一体これは何かということですけども、これは簡単なトリックですね。つまりガラス板にですね、後方からペンライトのようなものを当ててですね、それをビデオカメラで撮ったということです。この偽動画については私の方ですでに実験して偽物であると判断しています。こういうものが送られてきたということですね。で、検証を重ねてみますけども、比較するのが一番分かりやすいかと思います。で、今ご覧いただきましたのがこの右上の動画ということになります。で、下がですね、レンズフレアについて私が以前作りました動画です。で、右上は動いていますがね、しかし
丁寧に見るとそのなんて言いますかね、映り方が大変よく似ているということです。そしてやはり暗い夜ですよね。周囲が暗い時に、まあ、こうしたオーブをですね表現なさる方が多いということです。明るいところでは映りませんからね、まあ、こういう手品のようなものはですね、ですから暗い背景を利用して作るということです。そしてもう一つ、やはり、まあ、私が最初に疑問に思うのはですね、カメラの方がですね先に構えているわけですよね。そこにこのような物体が現れるということです。まあ、今度はタイミングの良い話ということはないとは断言できませんけども、そうはないということになるのではないでしょうか。そしてその物体がですねカメラの中心に映っている、ということですね。まあ、仮にこれがその心霊現象であるならばですね、それこそ四六時中カメラを回していて、その一部に映ったということになるわけですけども、確率論的にそれはありえないのではないでしょうか。このあたりってですね、いわゆる、まあ、レンズフレアの性質を持った光ということがですねよくわかりますね。中央部が何かしらになりますか、マンダラ模様になったりするところに注意してください。まあ、このレンズフレア、つまりマンダラ模様を持ってねオーブといって、まあ、その紹介しておられる方も多いようです。ともかく左がですね、これが、まあ、光学現象によるレンズフレアということになります。部分的に光を比較していただければ、それが、まあ、大変よく似ているということが皆さんにも分かっていただけると思います。でこのような場合はですね、私の経験からすると尾を引くとか、まあ、いろんなさまざまな現象が見られるわけですけども、そうしたものは見られません。In April 2020 and in October 2020, very strange objects flew around my study. Those objects were flying, sprinkling white powder in the rear. Upon closer examination, I found that the space around these objects are distorted.What are these objects? I have decided that they were ultra-small UFOs. Speaking of UFOs, there are large ones that we can see in the sky, but on the other hand, there are also such ultra-small UFOs. That is what I want you or everyone to confirm, and it is my pleasure to show you in this video.Some of these ultra-small UFOs captured in my videos. The important thing is that these objects actually exist and are flying around us humans. 2020年4月、そして2020年10月、私の書斎を大変奇妙な物体が飛び回るという事件が起きました。それらの物体は後方部に光の粉を撒き散らしながら飛んでいました。で、さらによく調べてみると、その物体の周辺部の空間が歪むことが分かりました。中には尾を引いているのもありました。これらの物体は何かということですが、私林博士はこれらは超小型の UFO であると判断しました。 UFO というと空を飛ぶ大型のものもありますが、他方このような超小型の UFO もあるということになります。その事実を皆さんにも確認していただきたいと思いましたので、ここにその動画をアップロードすることにしました。大切なことはこうした物体が現実に存在し、繰り返します、
こうした物体が現実に存在し、なおかつ私たち人間の周辺で飛び回っているということです。広志林、浜松シティ、ジャパン。今ご覧いただいているこの奇妙な物体は、ここで例えば2つに突然分離しています。そして動きがとても速くてですね、と同時に消えたり現れたり突然位置を変えたりしています。虫ではないかとも考えられますが、その物体の周辺の空間がもやもやと歪んでいる点に注意してください。2020年4月に私の書斎に現れた物体も同じように超小型でしたが、このような不規則なっていますか、ジグザグ的な動きはしませんでしたが、11月ですね、今回は大変直線的な動きをしているということです。同時に今ご覧いただいていますように、光のような物体も飛び回っています。そして一本の光はですね、見た感じといいますか、画像で分析する限りですね、机をですね貫いて飛んでいるように見えます。それを今皆さんにご覧いただいていますけれども、ではこれらの物体は何かということですけれども、私林浩司は超小型の、つまり UFO であると判断しました。でここだけですとそのようにも見えるかなということになりますが、今まで私の周辺で現れた UFO をこの後に、この後でですね、つなげて皆さんにご覧いただけるようにしておきましたので、どうかそれをご覧になってください。そして皆さん自身の目で見て判断していただければ結構です。さらにですね、今光線って言いますが、光が右上から左下に走っていきますけども、この光線はですね、消えた後ですけども、鉱石のようなものを背後に残しているのが分かります。注意深くご覧ください。で、机を貫いて机の左下の方に消えていくというわけです。これは果たしてただ単なる光線なのでしょうか、それとも物体なのでしょうか。で、もう一箇所こんな物体も映り込んでいました。動きが大変速いので注意してください。一回上昇し、そして机の下に現れて、そしてやや右上の方に移動して消えていきます。この物体もやはり後方部に光のパウダーを放ちながら、なおかつ周辺の空間を歪めながら飛んでいるのが分かります。詳しくは続く動画の中で説明します。This video I'm about to show you is UFOs captured in my video diary dated October the 24th, 2020. UFOs fly while emitting light powder to the rear. At the same time, the periphery of the UFO is distorted. Immediately after the UFO flies away,faint wake remains. This kind of phenomenon is not seen with insects and dust in the air. Please watch this video carefully. Thank you very much. これからお見せする動画は2020年10月24日付の私のビデオ日誌に映り込んだ UFO です。 UFO は後方部に光の粉を放出しながら飛びます。繰り返します。 UFO は後方部に光の粉を放出しながら飛びます。同時に
UFO の周辺部が歪みます。繰り返します。同時に UFO の周辺部が歪みます。また UFO が飛び去った直後にはかすかな鉱石がそのまま残ることが多いです。虫や空中のゴミではこうした現象は見られません。繰り返します。虫や空中のゴミではこうした現象は見られません。注意深くこの動画をご覧ください。広志林浜松シティジャパン。その動画この後につなげていきましょうか。もう一度皆さん見てください。ね、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 その動画この後につなげていきましょうか。もう一度皆さん見てください。UFOs fly while emitting light powder to the rear. At the same time, the periphery of the UFO is distorted. Immediately after the UFO flies away, a faint wake remains. This kind of phenomenon is not seen with insects and dust in the air. Please watch this video.Carefully. UFO は後方部に光の粉を放出しながら飛びます。同時に UFO の周辺部が歪みます。また UFO が飛び去った直後にはかすかな鉱石がそのまま残ります。虫や空中のゴミではこうした現象は見られません。注意深くこのあたりの動画をご覧になってください。